いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。さあ GTS で軽自動車乗ろう軽自動車乗ろう。いや楽しいね。最大出力制限なしっていうのがもう意味わかんない軽自動車でしょ。じゃってさあ軽自動車に乗りましょうよ。みんなでも軽だからあれだよね、そのパワーは上げないでいいはずだよね。それとも AI の中にもとんでもねえチューンしたやつとかいるのかな。あんまりグランツーリスモの歴史から言ってそういう適者は出てこないイメージだけどね、フォルザなんかだとさなんでお前そんな馬力あんのっていうのがたまにいたりするようなイメージあったけどね。さあどうだ、早く。うん、やっぱりこの画面はその車のエンジンが見たかったな。ね、ロータリーに乗ったらおロータリーだってなるしさ。さあちょっと車のドライビングオプション変わってないよね。なんでこれ車変えるとトラクションコントロールとか元戻っちゃうの。なんかね不満。うん、コンフォートタイヤ、コンフォートミディマ、あソフトでいいの、足りる。ちょっと1回1回乗ってみるんで、元ダイブオフ、バイロンマカドル、ブレイキングジケタオフ、あオンで ABS オフでしょ。詳細設定はいらないね、特にね。 OK、 おいでマシンセッティングは特に最初は何もいじねで乗ろうかね。うん、特におかしなところはないね、ないね、ないね。 OK、 さあどんな味なのか S660行ってみよう。ハンドル大きく見えるね、窓ちっちゃいから。行くぜ。あ、インパネかわいい。こんなインパネなんだ。随分ギアロングだな。おーおおくるくる向き変わるな。楽しいね。ちょっとハンドルをそーっと操作するね、意識を持たないとくるくる向いちゃうね。おー怖い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 、失礼しますこれそんなブレーキいらないんじゃないか、実はこの車。頭入ってちゃう。これは楽しいだろうな、実際乗ったら。あのぜひこれ実際で乗ってる方教えてくださいこれは楽しいぞね。昔知り合いの天禄のロードスター、あのリトラクタブルの乗らせてもらった時も、これは乗用車じゃなくておもちゃだなと思う。なんていうのかな、トイ、うん、アダルトトイだなと。あ、アダルトトイって言うとなんか違う意味になっちゃうけどすみません失礼しました。あのこんなに楽しいおもちゃがあるんだと思ったことあったけど、この車はもっとだろうね。ただ思ったよりも足回りが硬く感じるのは車重が軽いんだろうな、多分な。へえ、これは面白いわ。うん、思い通りです。おふ、ヒュン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 行く。そして5周って結構あるね。ほらハンドル切りすぎちゃうんだもっと攻められるな。あそこのコーナー3速でもいいかもしれないね、あのヘアピンは。そしてなんとなくね、楽しいから強引に曲がって走ってるけど、本来であればパワーがないので、できるだけね、カペタのようなドライビングが求められるはずだよね。できるだけスピードを殺さずに。ウルトラスムーズなドライビングが本来であれば求められるはず。さあ先輩抜かしていただくよ。おお詰めて、やめてやめて。
ね、ハンドルを切りすぎずできるだけ直線に近いラインでスピードを殺さずに曲がってあげるべきだね。ちょっと失敗しました。あ、やっぱり2速必要かここもう意見をコロコロ変えることで有名ですけど、さあじゃあこの先セッティングをどうするか考えながら走ろうか。ちょっとね、車高は下げたいっちゃ下げたいな。でどうせならもっとスパルタンな挙動にしたいね。まだまだロールが残っているので、あとなんだろう、関係ないけど、ちょっとだけフライホイールを重くしたい気持ちになったな、なんかタイヤに抵抗がかかった時にアクセル抜いてるとね、ものすごい勢いです、スピードが落ちるので、もうちょっと感性を強くしたい気もしたね、うん、まあしょうがないね、軽自動車だからね。いや楽しい、うん、カート乗ってるみたい、うん、だったらやっぱりもっと車高下げて足固くしたいね。それがまず第一希望だね。ちょっとふわふわします。ただ MR の割にはフロントのグリップがちゃんと稼げてる気がするな。なんでだろう、うん、こういう曲がり方もできるしね。ね、MR でしかも軽自動車ってことは相当車重も軽いので、よっぽどフロントに荷重がかかんないだろうなっていう予想の上で僕は走り出したのね。なのでしっかりコーナーの奥までブレーキを残して前かがみにしてあげて曲がんないとなと思ってたんだけど、もうビュンビュン曲がっちゃって、そんな荷重移動なんか気にする必要はない、うん、どっちかっていうとね。これは予想外。下フロントに荷重かけてないのにゴンゴン曲がるもの、面白いなあ。あ、そう、どういうセッティングになってんだろう今。うん、こりゃ面白い、この車。軽自動車って3台しか出てないの今回、ビードとコペンとこれとどうなんだろうね。楽しいな軽い車ライトウェイト楽しいよねやっぱりね。もうほんとね、安っぽいっていう意味ではなくておもちゃだよね。さあつくばだ嬉しい楽しいです、ありがとうグランツーリスモ。ただね、やっぱタイヤのインフォメーションまだ俺ちゃんと感じ取れてない気がするね、音でなんとか感じ取ろうとしてるけど、今はこのゲームを初めてプレイした時に比べると経験から来る目で予測っていうのね、積み重ねたその経験と知識、そのこのゲームに対する知識で目で予測してる気がするな。さあ今のセッティングどうですか。あ、ずいぶんフロントをスタビ固くしたんだな。これでこんなにフロントに車重乗るの、へえ面白いね。キャンバーも後ろが寝かしてる。ってことは本当は もっとめちゃくちゃオーバーってこと。ほんと加速中もだって鼻グイグイ入ってるけど、あそう、リアもトインにしてあるし、あそう、へえ、ちょっと車高下げようか、1cm、1.5cm、 同じくちょっと固めに試しにね。
これでこのまま次走ってみようか。筑波だからオーバーの方がいいんだけどね。さあどうなる？まずここのコーナーだね。どんだけ攻めても上がれるんだろう。怖いな、いきなり試すの。あー軽い、すごい軽いこの車。恐ろしいほど軽いわ。まあ軽自動車だからね、分かってはいたことなんだけど、ずいぶん外行ったね君、大丈夫？アクセルをよっぽどオンにして初めてちょっとフロントが逃げるようなアンダーが出るけどね。もう全然すごいすごい鼻入ってくな。あーここ行くべきじゃなかったかな、大丈夫かな。ほらもう目を見張るような、何コントローラビリティっていうの、あとこんだけはしゃいでて恥ずかしいんだけど、もしかしたらタイヤがソフトなだけかもしれないけどね。ね、足回りが完全に負けてるだけかもしれないけどね。多分そんなに足回りが負けてる雰囲気もないよな。グリップは高いけどね、確かに。さあここそのまんまスッといけるかな。邪魔よねあんたたち、ちょっと。あー怖いな、大外失礼しますよ。まあ変に突っ込まない方がいいよな、危ないもんね。本当はこういうの、ここでこういう抜き方すると怖いよね。ライン残すのも怖いしね、突っ込まれてここ次帰ってくるのも怖いし。これは良くない、これは良くない、次行ってください。ブレーキ踏むなよ、踏むなって、怖かった。あ、詰めないで、ごめんねごめんね、ちょっとごめんねごめんね。すごいな、乗ってみたいなこの車。でも風の強い日はちょっと怖いねこの車ね。ここまで軽いとなるとさ、ね、風の強い日トラックの横とかからシュッて出たらもうふわってなりそうでちょっと怖いね。さあちょっと強引なライン取ってみようか一回。うん、ストレスないわ。まあ、この車に向いてるラインではないけど、ね、いろんな動きを試したいなと思って今わざと鋭角的なラインでコーナーに突っ込んでみたけど、何のストレスもなく曲がるね。そして車重が軽いからパワーが少なくても、ね、あんまり気にならずに、もう一回やってみようか。もうちょっと突っ込めたね。決してストレスのかかる加速ではないね。それもちろん大排気量のさ4駆とかね、それに比べりゃゆったりとした加速ではあるけど、決してなんだ伸びねえなっていうイメージは今のところ持たないね。あと2周、今度はできるだけコース幅を広く取って曲がってみよう。
まあどっちがこの車に向いてるかっつったらこっちだね。広く曲がった方がやっぱ気持ちいいね。うん、でも車高を下げた分やっぱりクイックで気持ちはいいね。あのハンドルを切った瞬間に車の向きが変わるようなね、ロールにかかる時間と量っていうのを減らしたので、その車高を下げてバネを硬くしてね。なのでハンドルに対して車のレスポンスっていうのはすごく速くなってます。うん、その分慎重に運転をしないとね、おかしな方を向いちゃうこともあるかもしれないけど、言うてでもね、軽いから修正も早いからね。19秒3、さあもうちょっと縮められるかな。なんかあんまり後輪駆動感を感じないの、パワーがないからだよね多分ね。もうこの車にとってこっから先はあのヘアピンまではほぼストレートだね。ね、何の苦もなくフルアクセルでずっと走ってられる。この5ナまでね。ここここ。うん、気持ちいい気持ちいい。楽しいわ。よかった。ちょっと来週もこれ楽しもうね、この車。いろいろ極端なセッティングもできたら試してみたいね。いいコーナリングです。ちょっとこじったけどね。あ、でもちょっと遅かったな。いや、これ面白いわ。なんていうのかな、多少今のところまだ慣れきってないのでもっと慣れは必要だと思うけど、ローパワーの車を乗る分にはあんまり関係ないからね。その想像の中だけでも車のね、4つのタイヤがどう使われてるのかっていうのを間違いさえしなければ、そんなに予想と大きく外れた動きはないの で、何よりも普段他のレースゲームで乗れない車で楽しむっていうのは格別だよね。はい、それじゃあ今夜はこの辺で大型犬がお送りしました。みんなまたね。バイバイ。